札幌の冬は雪が降り積もり、溶けては凍るを繰り返しアイスバーンになります。とても滑るんですけれども、このサップランドを履いてからは安心して歩けるようになりました。ビブラムアークティックグリップというソールのおかげで濡れた氷の上でもピタッと止まり滑らず、とても感動しました。札幌のとても深い雪が降り積もる冬も、あとはカナダの遠征に行くと寒くてすごい凍えるような、あとは路面が滑ったりするんですけれども、このサップランドを履いていったら本当にもう無敵でした。遠征に行くときは、この軽くて履きやすいサップランドが手放せませんね。私がとにかくびっくりしたのは本当に暖かいということです。内側にはシルバーのドットプリントが施されていて、これはコロンビアのオムニヒートという機能で、自分の体温も跳ね返してさらに温めてくれるので保温性も十分です。ブーツサイドはファスナーもついていて、脱ぎ履きも楽ですし、寒い冬にはもってこいです。デザインがとても可愛くて、練習着や私服などにとても合わせやすいのでいいです。ラフな格好にも合いますし、少しきちんとした服装にもぴったりなので、寒い冬にとにかく普段使いしたい靴です。朝練習に向かう時だったりとか、練習が終わってそのまま街で買い物をしたりとかする時にこのサップランドを履いてます。遠征に行く時とかにもこのサップランドを連れて行きたいと思います。